お、出た。あー、すげえ。おはようございます、スリコー TV です。こんな感じでね、ちょっとごそごそといろいろ細かいものを集めてみたんですけども、本日はですね、このセパル、これをね、ちょっとね、なんだろう、オープンウォーター仕様の改造をちょっとしようかなって思いまして、まあね、これね、あのいろんな釣り場でシーバスとかブラックバスとか投げてみてるんですけども、結構ね、使い込んでね、頭のところがだいぶね、ちょっとね、ボロッとしてきちゃったんですよ。で、まあこっちの方もね、ちょっと切れ目とかが増えてきて、あんまりね、カバーにタイトに打ち込むと、これもう次ぐらいちぎれちゃうんじゃねえかな、こんな感じになっているので、ちょっとね、殉職する前にオープンウォーター仕様をね、ちょっと試してみたい改造があるんで、っていうのが、これキープキャストなんかでもバレヒルブースに並んでいたんですけども、トレブリングスルーパイプね、これをね、買ってきてみたんですよ。これちょっといろいろ試してみたいなと思って、で、何使おうかなと思った、あ、セパルがちょっと今ね、弱ってきたから、ここら辺をちぎれたから、これを使って、なんだ、トリプルフック仕様とかにできたらいいなーなんて思ってですね。で、まあこのまずですね、これトレブリングスルーパイプ、こうね、こう、ここに剣があるから、刺したら抜けづらい、そして穴が開いているから、あ、なんだろう、メインラインとかをこの下の方とかに持ってきやすいね、仕掛けが作れるっていうので、まあ、これを準備したのと、あと用意したのが、これダイワのですね、驚異の回転力、サクサスのD スイベル SS で、サイズはね、2番っていうものを、ね、準備してみました。それとスプリットリング、針ね、これレイドジャパンの毛のついた針かな、うん、こんな感じで準備してみて、で、まずね、この D スイベルを取り出して、これでちょっと、あの、なんだろう、針の位置をね、後ろ側にセットバックしたような、そういう仕様でトリプルフックをつけたいなね。どこら辺に食いついてるのかっていうのはちょっとよくわかんないですけど、結構ね、当たりはね、いっぱいもらえたんですよね、投げたら。あ、さすが、こういう見慣れてないのがカバーに侵入してきたからか、まあね、ゴン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 とかね、ダーンとかね、当たりは取れたんですけど、まだね、魚かけれてないので、ちょっとね、そういうところ、まあ、もうちょっとオープンウォーターのところでは、もっと気軽に泳がして使えるんじゃないかな、なんて思ってですね。で、まずはこの D スイベルに、スプリットリングを、ちょっと待ってくださいね。ちょっと指でやるのはね、無理があったんで、スプリットリングプライヤーでしっかりと開けて、これすごいな、 D スイベルね、あのちっちゃい板ってよく使ってるんですけどね、ツルツルのサクサスコートがされているんで、回転がね、いいんじゃないかなと思ってですね、これをまずつけて、こっちもね、フッ素加工なんて、ツルツルなんだよな。はい、ついた。こんな感じのものを準備して、で、これね、ちょっとね、頭のところね、ちぎれ出して、こっちが上だから、からね、糸が通せるようになりました。で、まあまあ、例えばなんですけど、リールから出てるメインラインだとして、これをトレブリングスルーパイプにスルスルスルっと通して、ね、ここでこうツーツーにするわけですね。これにこのね、
間に結んでですね、はい、こっちがねリール竿先についていて、でこうなっていて、でここのトレブリングスルーパイプの後ろでこう止まる。だからちょっとねイメージより針がここら辺ではなくて、さらにこのね回転すること、このこれを持たせることによって、内臓ですね、内臓これによってちょっとセットバックして仕込めるんじゃないかなっていうことで、でまあこの針をですねこの腹側のスリットとかに刺して、はい完成。イメージとしてはこんな感じ毛生えちゃったって感じですけどね。で毛生えちゃったの中にはこう強力なね針が隠れている、はい。あーこれちょっとイメージ通りだったな。小物いろいろ買ってきてみて、このちょっとセットバックさせることによって、で魚がかかった暁にはですねこうブシャーってこうここがまずフリーになるのと、あとはねここの回転もすごいくるくるくるって回転するから、あまあ鬼がかりですよね。もう魚がどんなに、暴れようとしても比較的バレづらいんじゃないかな、ね、もちろんねこうオフセット使いでねこういう10-0番とかこういう針でカバーの中に入れ込むっていうのがね、セパルのコンセプトだとは思うんですけども、ちょっとねあんまりにも動きがいいのと、あとね比較的投げていると思ったよりねガツガツガツとかねコーンとかね当たりはある、でもね乗せらんないっていうのがね何回かあったんで、まあ1本はねこのちゃんとオフセット使いでがっつりカバーに入れ込んで、でちょっと大きなベイトをオープンウォーターで探し回ってるなーなんていう印象の時はこんな感じで、まあどこにでもつけれると思うんですけど、感じで腹のスリットとかにこうやって仕込んでこういう感じで投げてみようかななんていう風にね考えてみました。まあね実際に釣れるかどうか、うん、ちょっとねいろいろまだまだいいシーズンなんで試してみてたけど、あこのレイドジャパンのね毛がねちょいちょいセパルの中にね取り込まれながらすごいひっつくな。まあイメージとしてはこう魚から見えてほしくないな、見えてほしくないところはっていう感じで考えてみたんですけども、思いのほかいい感じで隠れてますよ。ただ腹筋が悪いなって時はこういうサイド目にね仕込んでみたりとか、まあいろいろまあねトレブリングスルーパイプだからこうワームはねちぎりやすくなっちゃうかもしれない、こういう背がけで流し込んだりとかね、まあまあちょっとねいろいろせっかく買ったんでぶっ壊れるまでねちょっともうここがちぎれ出したりしているんで、なんとかねこれ1匹釣りたいなと思ってねいろいろ工夫してお試ししてみようかななんていう風に考えております。ちょっと外目に、まあ外目にもこの毛めがけて食ってくれればね、もう間違いないんだけどね、まあ、そういうわけにもあんまりいかないのかもしれないんで、まあとりあえずはこんな感じの仕込み針でやってみようかななんていう風に考えております。というわけでですね、本日はまあこのセパルはあるとして、このトレブリングスルーパイプね、これいろんなワームにトリプルフック仕様にね簡単にできるね、シャットテールワームとかでやったらどうですかみたいな感じのが書いてあります。あと S サイズと L サイズがあって、セパルには今回ですね L サイズを使ったらちょうどここから刺してここのスリットのこの辺りから出てくるようなって感じでちょうどよかったんですけども、あとはちょっと細かいところなんですけども、台場からはこんなサクサ仕様のですね驚異の回転力のサルカン、こんなのもね出てますよね。
こういった小物をね、いろいろいじいじして、釣り場への想像力をこう膨らませる、こういった動画でございました。こんな感じ。今絶対なんか食ってたんだよ。わあ、掘ってんな、あれ。あれ掘ってたべ、今。こっちかな。出た。あー、すげえ。うーほー、でっかい9インチにも出るよ。うわー、今ねえ、出たけど飲んなかったけど、すごかったよ。セパル、カバン。こういう時用にトリプルフック仕様にしてんだけどな。いや、かかんねえな。どうすりゃいいんだよ。どうしよう。でもこの感じだよな、多分。そんなにやってることは間違ってないと思うんだけど、ケツの揺らめきが。かといってね、なんだろう、通常のバラムだとあのぶつけてこういうとこガリ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 って壊れちゃいそうだし、ちょっとバラムはお高いしちょっと投げたくないな、なんてポイントなんですけど、対岸にぶつけて落としたりしてもバラムほどは高くないんでいいんじゃないかなと思ってやってみて。はい、釣り子 TV でした。